ここは甲南鉄道平川駅前広場です。見てください、色鮮やかな提灯が並んでいます。これは台湾の提灯です。平川市は台湾の台中市と交流があるので、毎年このイルミネーションプロムナードがお目見えするんです。寒い日が続きますが、この明かりを見ているとなんだかほっとしますよね。ここ平川市は私が修行時代過ごした町。そこでこの津軽民謡を選んでみました。聞いてください。手袋を履くとはどういうこと？靴は履くけど手袋ははめる。サラダ油かごま油、車さ入れるガソリンダンツ。Hey.